iTube TV。やらされてる仕事ってすごくつまんないんで、その中で自分でどうやっていくか、どういうふうにやったら楽しいのかっていうふうに、どん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 その時間をうまく使っていくのが一番かなと思います。一番良くないのはよく分からなく淡々と毎日どん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 時間が過ぎていってしまう。で、気づいた時に自分の居場所、そして自分の必要性、周りから必要とされなくなってしまうということもあると思うんですね。必要とされない人間ほどちょっと悲しいものはないのかなと、どうしても思ってしまうんですけど、一生懸命、その時間を、例えばね、プライベートの時間を削るのがいいっていうわけじゃなくて、プライベートの時間を少しね犠牲にするぐらいの気持ちがないと、やっぱりこのうちらの美容業界っていうのは頑張っていけないと思うんですよ。で、トップでね走ってる人たちって本当思うんですけど、すごく頑張ってんなって。本当自分の時間をね、プライベートの時間がないぐらいで、こういう人どうやって生活してんのかなとか、家帰ってんのかなとか、寝てんのかなってすごく思う美容師さんとかもいるんですけど、すごく頑張ってらっしゃって、でも絶対それって最終的に自分に返ってくると思うんですね、その頑張ってることが。ただやっぱりそのそれってやっぱり自分のプライベートの時間を削って、自分のね、欲求ですね、欲求を削ってですね、それに対して立ち向かってっていうか、その目標のためにやってると思うんですけど、やっぱり目標がないとなんかこうね、よく分かんなくなっちゃうんですよね。で、分かんないとこも分かんなくなっちゃうんですよ、最終的に。で、自分の居場所もちょっと分かんなくなってしまったりとか、結局モチベーションが下がってきたりとか。それって何かっていうと、休みとか時間を無駄に使ってることで、ああしとけばよかった、こうしてしとけばよかったとかってすごく思う瞬間って出てくると思うんですよ。そういうのが、自分に対する罪悪感が今後出てきたりとか、そういうのが出てくる可能性もあるし、そして同じね年齢の人たちで頑張ってる同業の方がいらっしゃったら、その人と比べてしまって、なんか自分はあんまりできてないんじゃないかとかって、そういう瞬間も出てくると思うんですよ。それって誰が悪いかって自分なんですよね。自分がそのどうしたいかっていうのもはっきりしてない、明確性もないし、とりあえず今、なんとか、自分の欲求を満たせればいい、そういう生活を送っていると、後々なんかあの時こうしとけばよかった、こうしとけばよかった、ああやっとけばよかったなんて、時間ってもう戻らないじゃないですか。だからその時間をどうやって使うかっていうのがすごく大切だと思うんですね。で、そのマレーシアの方とかは本当に大変な思いをして、ね、家族のためだったりとか、ね、生活のために大変な中を歩いて3時間、例えばですよ、3時間歩いて職場に行って、また3時間戻ってきて、そんな中で生活して、その不自由さの中ですごいハングリー精神がどん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 、自分の中で生まれてきてるわけですね。すごいタフなんですよ。その中で生活して、まあうちは日本人として、この守られた中でやってるんですけど、休みって逆にマイナスになるんじゃないかなって思う時があるんですね。その休みをどう使うか、どうやっていくか、そこをしっかり考えて、いけたらいいかなと思いますよね。あと、こういうふうに発信もしてるんですけど、発信することによって自分の中でいろいろ見えてくるものがあったりとか、この動画をね見てくれてる人も少なからずいると思うんですけど、
まあ、こういうふうに発信することによって自分で気づくこともどんどん出てくるんですね。だからどんどん発信していくことも必要だと思いますし、うん、発信することによって、必要なものを取り入れないとダメだったりとか、そういうのが見えてくるんですけど、一番良くないのは何もしない、何も思わない、何の意欲もない、何の目標もない、そういうふうに毎日過ごしていると何もなくなっちゃうんですよね。それに気づく瞬間が多分あると思うんですけど、それに気づかないとどん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 そうなっていってしまいます。それってすごく悲しくて、後で気づいてもその時に使った時間はどん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 減ってしまいます。時間は取り戻せません。お金は頑張れば稼ぐことはできますけど、時間ってやっぱり取り戻せないですよね。その時間をどうやって使っていくか、それってすごく大切かなって思うんで、僕はお金よりもすごく時間を大切に考えてるんですけど、時間って本当に大切だなって、何よりも、まずね、まあ、家族だったりとか、まあ、親とか、まあ、そういうその、まあ、スタッフもそうですけど、そういう身の回りの人が、まあ、まず大切なんですけど、その次に来るのはやっぱ時間とかですよね。どういうふうにやっていくか、その時間をどう使っていくかっていうのがすごく大切だと思うんで、まあためになるか分かんないんですけど、そこで何か気づいたことがあったらちょっと行動してみてください。何もしないのは一番無力というか、何も行動を起こさないのは本当に、後で気づいた時にはもう遅いですから。ですから、少しでも、あ、ちょっと頑張ろうかなって思ってる人がいれば、もう昨日までのことはどうでもいいと思うんですよね。もう終わったことはしょうがない。ですから、まあ、今日もしくは明日からでもいいんで、自分の目標を持って、じゃあここにゴール地点を設定すると思えば、じゃそれを継続する、それがすごく大切だと思います。僕もう一個、やっていることがあるんですけど、もう一つやってることっていうのは、インターネットの、パソコンを使った仕事をちょっとしております。でそれをしてるんですけど、そこでコミュニティがありまして、そのコミュニティで、すごく最近の若いものはって言うんですけど、すごい若い子頑張ってたりするんですよ、そのコミュニティの中で。本当に僕も感心して、僕よりももしくは10個とかも、年下の方でもすごく頑張ってて、僕も本当に、素直に、もう学べるというかですね、まあ、年下から学ばさせていただいてることもすっごいたくさんあるんですよ。で本当に頑張ってる人たちは本当に頑張ってるんですね。そういう中で、そういうところでどん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 ね、差がついていってしまうんですよ。これが二極化になってきます、これからの時代って絶対。で何か行動を起こしたいんであれば行動をしていかないとダメだし、一番今回パソコンを使った IT ビジネスなんですけど、インターネットの使ったビジネスで僕が今回本当に思ったことは、継続なんですよね。で一個のことを目先の結果が出ない、じゃあもうちょっとやってやめます、ちょっとやってやめますみたいな、結果が出ないからやめちゃう、これは一番良くないんですよね。でこれをすごく美容じゃない部分ですごく学ばさせていただいたのは、本当にある一定期間、自分が決めた期間は努力し続ける、才能というか努力する、これをしないと絶対結果が出ないんですよ。やり続ける、どん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 やり続ける、その決めた期間、3ヶ月なら3ヶ月やり続ける、これをがないとやっぱり何をやっても結果出ないですね。それがすごくこの IT のビジネスですごく思ったことは、継続、これだなと思いましたね。IT のビジネスで、結果が出せない人は、目先のすぐ結果が出るもの、すぐ欲しがる、そしてもういかに楽をするか、いかに自分の、まあ、効率を良くするっていうのは一つなんですけど、効率を考える前に
もうとにかく楽したいと、もうすぐ結果を出したいと、すぐお金が欲しいと、そういう人は絶対結果が出ないんですよね。で本当にコツ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 やって、いくこと、これが美容でいうと練習でもそうだし反復ですよね。僕はもう常に頭の中でお客さんやりながらも、もっといいものはないのか、もっとこうしたらどうなのか、もっとこれでやったらもっと違う結果が出るんじゃないかって常に頭の中で考えてはいるんですね。でそれで分かる範囲のことは皆さんの参考になってるか分かんないんですけど、発信これからしていきたいなとは思ってはいるんですけど、常に考えてはいます。それがいいか悪いかは分かんないです。もしかしたら良くないかもしれないし、毎日、ハッピーにこうやってる人たちだったり、もう仕事は仕事、遊び遊びでうまくこう両立できてる人は全然それで OK だと思うんですけど、僕はちょっとそういうのが苦手なので、まず自分ができることをコツコツやっていこうということを、今は現在やっております。それが結果につながって今後どうなっていくかはちょっとわからないですけど、やはり結果を出てる人を見ていくと共通点があるんですね。これはインターネットの IT ビジネスと美容も同じなんですけど、素直なんですよ。で素直にコツコツやる、そして、それをコツコツが順調じゃない熱意でコツコツやるんですよ。で欲求も抑えてそれでもやるんですよ。それをやった人が結果を出せるんです。